げちゃう逃げちゃう勝ち目ないから逃げちゃうね。それいい判断だけど追いかけてからな。お前数巻き込ませるか。リアルの大爆発。おい仕組み夢ミルキーレーザーめっちゃ熱いよ気をつけて。ジョーダスファイヤーご出所者マジッシュ動け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 。はいひょっこりバー。アイドムグネース今日はですねアホのカムシャン排除してみたー。やっていきます。このキャラもさ何回も言ったよね。絶対引いとけって。もうキュンさんが引けって言ったキャラはみんな持っといた方がいいって。でパッシーはもともとね安定しやすいキャラだったんですけれど、まあ、強いて言うなら天敵がミードちゃんとエンマカムシャンのおかげでこの2体がねまあ前よりは少なくなったということで、もうガッチガチの無敵サイボーグ環境突入しましたね。まあゴキブリが増えたんで、まあ、ミドシャンあたりはまた出てくるかもしんないですけど、まあ、出てきたところでね、うまくやれば倒せるんで、まあ、キュンさんのパッシー最後まで見てってください。よし、パッシー出動！キュンさん！肉キュンのホラゲーチャンネル、肉キュンベーター！まあ、キュンさんならね、ホラゲーぐらい簡単にできますよと。もうホラーって言っても、所詮はゲームや。そんなんでさ、いちいち驚いたりせえへんねんけど、まあ、いつも通りのね、強気なキュンさん見に来てくれたら嬉しいです。というわけで、これを見てるみんなは、肉キュンベーターのチャンネル登録もよろしくお願いします。カムちゃんが2体もいる。でパッシーのちょっと破壊力見せていきますね。このキャラなんですけれど本当はね自ら前線上げるキャラというよりかはこうケツからバックアップしていくみたいなキャラなんで援護に回るのが一番いいんですけど、今日はもうカムちゃん粘着ということで、はい、ボコシュー。マジで秒で調理できちゃうんでこいつ。いやもうそもそもがぶっ壊れからねパッシーもね。ほらほら逃げちゃう逃げちゃう勝ち目ないから逃げちゃうね。それいい判断だけど追いかけてからな。お前まで追いかけてきてんだ。お前はどこ行くんだ。おい距離大事ねえぞ。おいバッシーしっかり見ろ。はい捕まえた。チクビームミルキーレーザー。ああなんじゃお前。おい寝とけやほ。ようねんじゃお前に。そうかアムシャーギュンさんも混ぜてよ。遊びに混ぜて。もう僕嫌われてんのかな。すごい逃げられちゃうんだけど。おーナイスの敵。さあここで、捕らえるか。そうちょっとあと一歩あと一歩踏み出す勇気あと一歩踏み出す勇気。じゃあこれ爆発巻き込ませるか。リアルの大爆発。ダブルバンバン。さあこのうちにちょっとここを減らしとくが。あれがあ全然抜けそうだね。だったらブースト来るからな。ブースト来るからこれ援護回った方が良さそうだな。そこの旗守るか。うん獲物がおるからな。さあさあボコさせてもらえば。おいセラビームてめえ。お前そんなんだからゴリラちゃんに嫌われんだよ。分かったか。ゴリラちゃんお前のこと嫌いって言ってたからパッシーもお前のこと嫌いだ。あれここ抜き切ってゴドリになっちゃうね。あもうこのまま勝てるか。このままワンチャンいけ。ナイスラビムサンキュー。おー来た来た来た任せろ任せろ。あナイスキャストやるね。あ飛んでっちゃうね。飛んでっちゃった飛んでっちゃった。オッケーじゃあここ任せてキュンさんに任せて。全然きつくないからドローナーみんなきついって思うじゃんきつくないんだ。ガッチャイシールド回復あざーまあ、キッドローを倒せるようになったら、ある程度、パシミスタとしての腕があるんじゃないかなとは思っとるんですけど、個人的には。まあ、キッドローね、まず読み合いみたいな感じになるんでね。あ、オッケーオッケー、これじゃあ、そっと行く。ちょ、待って、もう危ない、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 避けれるものは避けない避けれない奴は避けれないオッケーくだらねえこと言っとったら裏キャラ出しまってんけ。もうこれ絶対さ、ロボット出しちゃった方がよかったんだよ。パッシーの方がいいんだよ。これもう、守る状況やからね。これね、難しいよね、ロジャーね、この終盤ね。守るべきなのか、攻めに行くべきなのかっていう判断が非常に難しいところではあるんだけど、クソシャンクスおるんで、あんま無理に攻めに行かん方がいいかもしれないですね。オディーンもこれ、ゲッタに化けられるんで、あんま無理に行って、どっか取られるっていう結末しか見えない。何もできない！がんじがらめ何もできない。とりあえずこいつボコ食がボコ食が一発画面バコンいとこが。オッケー、こちら抜くわ、抜く。オッケー、任せて、任せて。あ、これ、今当たっとる！ちょっと、セラビームさんもおるから、割といいのかな裏とか任せる。ニジン怪しくね？ニジン大丈夫かな？はい、スマッシュだぞ！これ無理に奥行っても結局抜けないから、最初から守ってたらよかったんじゃねって言うね。ははごめんね。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。ニジン大丈夫か？セラビーム飛んでから、オッケー間に合った。一生懸命抜いてるおりちゃんかわいい。抜くってそういう意味じゃないから。さあ、ターゲットロックオンだ。逆にシャンクス環境、まあ、シャンクス環境っていう表現が正しいかわかんないけど、まあ、今こう、環境キャラたちもね、全然ボコせるってところを見せていきたいなと思います。まあ、とりあえずね、1番からボコしに行きますけれども。おい、ちょっと待てよ。なんかすでに死にそうじゃねえか。お前絶対生き返ろよ。はいひょっこりばー当たった当たってないどっちおい、どっちおい、逃げんなって。キュンさんの中に来ようぜ、お前。ずっと逃げんな、白いやつ。おい、こら仲良くしようよあっち地雷爆発あはは君とは仲良くなれないのかな。めっちゃ巻き込んだ気持ちいい。おい、お前、顎しゃくれてんぞ。城之内くんみたいになってんぞ。え、これ、もしかして城之内ファイヤー決めれちゃう城之内ファイヤー決めれちゃう系サイボーグ
おっと、アルベルティンコガンゴが来ました。任せて。オッケー、どっちも相手してる。かかってこい、かかってこい、かかってこい。おい、仕組み夢ミルキーレーザー。おい、あっちっちだな、お前。しっかり見ないと仕切りのついてんだから、こっちは。あっちっちなの嫌だから。さあ、城の長屋決めるぞ、城の長屋決めるぞ。めっちゃ熱いよ、気をつけて。城の長屋、ご出所者魔術師。なんじゃクソガキ、やんのかこら。お前のメロメロメロなんか聞かねえんだよ。ゴリラちゃんにしか俺の股間センサー反応しねえんだよ。はい、ひょっこりばうじゃうじゃ湧いてんな、害虫ども。おーし、全部駆除してっかんな。ちょっと一匹逃がして、一匹逃がして、任せろ任せろ。追尾機能かんな。地獄の果てまで追いかけるぞ。ほら、逃げろ逃げろ、逃げてみろ逃げてみろ。捕まえちゃった捕まえちゃった。おお、狼、お前ちゃん、お前食え。お前にお似合いの餌や。はい、これで逆転できそうっすね。まあ、ただまだ相手のブーストがあるからな。ここどう守りきるかっていうところです。この2個お前にやると。オッケー、どこ行く？あー、やべ、ステルス野郎がいるな。ぬくもりいっぱいあっちっち爆発！暑かった？ごめんね、夏だもんね。さあ、ステルス野郎を追いかけるぞ。ステルス野郎がそこいんな分かってんだよ。キュンサの見聞色舐めんな、お前。ステルスの意味ねえから！おめえの席ねえから！あれ、シールド満タンでカッチコチでも旗抜いちゃいましょうか、これ。多分ね、まあ、ジャスト取れた取りたいミスター。お前、月見者だろ。絶対月見者だろな。お前、指ひん曲がってやんの。さあ、もう一回ひん曲がってやるよ、お前の指。残念。残念、残念、残念しょう。ナイス、セラビム。はい、顔面蜂のスレーザー。ジャストすんかい。ゴリゴリ爪入って、お前、爪と関係ねえか、でも。そうだ、関係ねえんだよ。リア充の大爆発恋のサマーセッション。紫に変色してるパッシーと、ちょっと顔見せて。ホラーや、ほらほら、ホラーゲーやって。お前、外に出ちゃダメなやつ。さあ、残り30秒で、こっちワンチャンブースト取ろうと、外中来て、ちょっとシールドがない。まずいオッケー。ナイス、外し。はい、これ首折られる。立ち上がれ、まだお前は戦えるぞ、サイボーグ。再起動完了。で、ロリガキに任せて、キュンさんはこっち行った方がいいかな。どうだろう。おっと、ちょっと危ない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 。オッケーオッケー、シールドが欲しい、シールドが欲しい、シールドがない。まあ、ちょっと竹が。あ、竹ちゃうわ。火ついとったわ。はい、段差すれば勝ち確。オッケー。もうこれは勝ち確っしょ。最後にリア充の大爆発言っとく？画面爆音言っとく？あっちっちやっとく？気持ちいい！負けてどんまいわくせ！いや、結構当ててる人多いイメージあったからさ。全員カムシャンとかそういうバトルがあっても面白かったかなと思うんですよ。意外とそういうの引けないっすね、そういうマッチね。とりあえず上を一人で守る。あ、ブレッジめっちゃ鈍かった。はい、リア充の大爆発ね、気がかり。ヒョウ柄おじさんパンパン！てか、自分の旗抜いてからこっち来んかーい。もう秒殺決めちゃうよ、これ。おっと、ゴキブリが来ましたが、まあ、シールドついてるんで関係ないっすね。関係ないっすね。強気で旗握っちゃいましょう。マジで関係ないんで。はい、で、これ、カムサリは当たるかな、こっちに。あー、くっそ、忘れられんかった。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。はい、再起動。行動入力。はい、じゃあ、抜き終わりに、また吹っ飛ばして、しっかりシールド回復していきましょう。オッケー、フェイント引っかかっちゃったねー。うわー、もうお前は無理。お前はちょっとだるいって、だるい、だるいって。オッケー、もう、これワンチャン、ワンチャン、1か8か、緊急脱出装置使うね。任せろ。さあ、うまいことタイミング見て、タイミングを飛んでくんかーい。おっと、死にかけのゴキブリさん発見、ひょっこりば。排除完了。なんじゃお前、ヒョウ柄落ちた。またボコすぞ、また締めてやろうか。動け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 動いてよー。ボサマダ突入。ポーさあ、ターゲットの今度はお前には用はない。用はない。ハッキー逃がしてるわけ。本当に用があった。こっちだ。さあ、香ばしいものたちよ。夏と言ったらバーベキューだよな。バーベキューしてえな。おい、逃げんのかお前。また逃げんのかお前。じゃあここ抜いちゃうぞってやったら来ちゃうんだよね。来ちゃうんだよね。はい、決めるぞ。上路上やバーベキュー。でもお前の肉まずそうだからいいだね。てか、僕ちんサイボーグだからお肉とか食べられないから。今気づいちゃった。はい、ちょっこりばん。どこ撃つぞ。マジで調子乗ったわ。オッケー、ゴキブリ来い。お、来い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 。出てこない、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 出てこない。ナイスシロシャー。今の究極オブ無駄回避やったね。じゃあこいつ吹っ飛ばして、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 焼き殺して、オッケー、抜く抜く抜く。で、抜くと多分なスキル、あ、やっべ、シールド剥がれた。やばい、誤算だ誤算だ誤算だ。お前、船長と素人だけ強気やな。勝てるわけねえだろって。さあ、タイムリミットが迫ってますね。ちょ、どっか取りに行かんとこれ負けるから、一回も旗握りに行くか。じゃあいつちょっと邪魔やな。まあ、いや、あれ味方に任せて。てか、白シャン3体おるんやな。何しよう何しようみんな。どっか抜いてくれ。上大丈夫か、任せるぞ。はい、で、ここはまあ抜けますと。あと一個どっか取れば勝てる。4まで一本来たんで、そいつは絶対守っていきたいところです。はい、ひょっこりバーン。オッケー、今誰のカムサリ？どっちのカムサリ？味方敵？どっち敵？わかんない。で、取られちゃった取られちゃった取られちゃったって。もうちょっと、一人じゃきついって。ああ、もう一人じゃきついって。
そこはまあ取られないから真ん中もちょっと上頑張れ、上頑張れって。はい、勝ち確待ってて、どんな曰くさ。